江戸会議役。人は今ぞより来る長浜の方必須地獄道の何とも歩みやすきか、破滅なりなり、うすすの時を延ばせし者々に、ふつ、ガキ道の気にすること優越なり。懐かしき甲につられて降りてたまわれ。野行の力が我々を呼び戻す。めでたき昼もやがて終焉ぞ。その扉は門者を欲す。罪も深きだ。ミス畜生道の驚き地面だったという。タレゾウ世に語りかけたか。貴様の顔は稲荷、貴様の甲も雛なり、慈悲深きの真似事に滅の一字を授ける。世の腹に生き通るなく、世の瀬名に喜び、貴様もまた天魔王の種を志すか。拙多の烈や伊藤わしき物の不幸ゆて劣らず、あのひとときは一体何だったのか。陸翼藩に描かれし物の喘ぎの耐えた、これぞ写しよく二つの世界をすべし大君なり。歴するが様、
余が物のせを背きせる。さえずりよ、欲界の鳥はしゃがれてならん。何かに引き寄せられ、暖かかったような。起こすんぞ。耳障りに我を欲したは貴様だか。破滅なり忍び草には何とせ。めでたき昼もやがて終焉ぞ。貴様五代の種とぞなり果てよ。世に語りかけたか。慈悲深きの真似事に滅の一字を授けん。はさぐもよし、されどさすみを怠るなかれ。世の腹に憤るなく、世の瀬名に喜びなし。私は文者を作り出す。よつ、修羅道にて呉を流しませい。メイドには鳥の喉笛を携えんとす。地獄の数は136地獄とも申せど、仏の言葉の持つのに極楽の木々の茂りた場所あらば、ふるさとなれば降りてたまわれ、語りてたまわれ、戻りてたまわれ。無縁仏のなれなら、お主も降りてたまわれ。夜を阻むか。しかし、いつ人間道の救い方しもまた美しい。
メンドリは五本の地獄を訪ねてたんだ。ヨガの招かばこよりついに離れし無理熱する欲ぞあるものか。渡るにはわし一人とは思いども、いくで夜道の連れは多くず白金を借地しますもんじゃ。床の下にもとどまらず、床の上にもとどまらず。桜木の花を打ち割り、その種を今こそ植える。姿勢白も丸くなりつる難度ず、おお足毛の馬に手綱揺りかける。おおおおおおんどりは九本の浄土を訪ねてたんで、そこで我が友ハゼイを死に行く。人に目がなくば誰かわしを呼び止めて賜れ。むつかの手とはまた世の握りしとどめなり。実際の勝利は未だ遠く、我が安寧の眠りは未だ訪れぬ。慈悲深き者よ、うつつに世の安息はなし。ならば欲界に帰参とす。